はい、FM 流進堂 DJ の流進です。おはようございます。今ですね、8月25日の朝7時10分ぐらいなんですけれどもね、まあまあついにですよ、映画館デビューしてきました。高校生ぐらいの時からね、映画っていうのが僕好きで、特にそのなんていうのかな、家で見る映画っていうのはよく見てたんですよ。木曜とか金曜とか土曜とかね、映画やってるじゃないですか。今は木曜か金曜はなくなっちゃったのかな。なんか週末になるとね、夜9時くらいからだいたい11時くらいまでは映画やってるっていうのがね、結構あったんでね、テレビでよく見てましたけれども、いわゆる映画館で映画を見るっていうことを、まあ、楽しみにしだしたりとか、まあ、自分のお小遣いでね、行くようになったりしたのが、高校生の時からなんですよ。で、その時にね、やっぱり自分の、今は美術、やってて、美術家って自分では名乗ってるんですけれども、その時から、映画作りたいなとか、映像作りたいなっていうようなことをね、自分の中で、実際に作るかどうかは別として、そういう思いを抱いてたんですよ。それで、大学、3年生の時から映像っていうのを、まあ、作るようになってきて、まあ、それからだいたい5年ぐらい、今年で6年目になるのかな、映像を作ってきたんですよ。それでまあ、そのうち映画館で一度ね、自分の作った映像を流してみたいっていうのが、まあ、ある種自分の夢だったんで、まあ、一つね、また夢を叶えました。で、まあ、地方のね、映画館っていうことで、まあ、本当にね、でも、馬鹿にすることなかれっていうことで、非常にいい環境の映画館で、例えばね、東京にある映画館よりもいいんですよ。そこら辺の映画館よりも、例えば田中克樹さんの、アルトビジョンの映画やったところがですね、ブルーレイ対応しなかったっていうようなこともあったんですけれども、十日町シネマパラダイスさんではですね、ブルーレイにも対応しているっていうことですし、あと映画館に、まあ、話聞いたところですね、まあ日本でもかなりその音響のね、環境がいい方、最高レベルだってことを言ってましたね。だからね、なんだろう、地方だからといって、なんていうのかな、まあ本当バカにすることなかれっていうことですよ。ほんでね、そこのね、副館長さんだったと思うんですけれども、確かね、東京の映画館で働いていた経験があるっていうようなことも確か言ってたと思うんですよ。だからそういうね、経験に裏打ちされた、まあ、映画館の設計とかですね、そういう運営の仕方っていうのがあると思うんですよね。ただ、ちょっと、記憶が、定かでない部分もあってね、本当にそうだったかっていうのがちょっと分かんない部分もあるんですけれども、まあそれで、まあついにね、自分としても映画館デビューしたっていうことで、まあこれをね、一つのこう いいきっかけとしてね、またその躍進していけるといいなっていうふうに思ってます。まあ、本当第一の芸術祭の方に作品を出させていただいたっていうことだけでも非常にその光栄でね、運が良かったなっていう
ふうに思ってて、それで自分のことを応援してくれたね、家族とか友達には本当に感謝してて、まあ本当毎日、ここ最近、毎日感謝の日々ですね。でも、非常に物事に感謝して生きるっていうことは気持ちのいいことで、精神的にもすごくいいんですよね。で、最近ちょっと自分としてはね、気持ちが不安定なところもあって、でもその不安定さっていうのは、非常にいい意味で不安定なんですよ。それどういうことかっていうと、本当にその、自分に関わってもらった、その、周りの人たちに対する感謝の気持ちがすごいあってね。まあ、それで、まあ、端的に言うと、躁状態。躁状態なんですよね。で、まあ、映画館で上映している自分の映像作品を見ながら思ったことは、やっぱこれをね、まあ、僕が作ってる映像を見て、今まで見た方とか、最近作ってるやつをね、見てくれた方とかわかると思うんですけれども、これ映画館で流すってもうテロだよっていうようなね、ことでしたね。やっぱりその普段テレビとかね、映画っていうものを見てる人にとっては、僕の作ってる映像っていうのは本当にこの、意味がよくわからなかったり、まあロックとかパンクだなっていうようなね、感想を持つ人多いと思うんですけれども、やっぱり戸惑っちゃいますよね、ああいうのを見ると。それをね、映画館でやってしまおうっていうこと、もしくはその、映画館でね、やってくださったっていうことは非常に感謝している一方でね、まあ、僕をトリエンナーレに採用してしまった大地の芸術祭産業と、どんだけ懐広いんじゃと、どんだけ無謀なんじゃということを映画館で自分の映像を見ながら、まあ、心の中に湧いてきてですね、そういう言葉が。笑いが止まらなかったですね。非常に、笑ってしまいました。それで舞台挨拶の方とかね、トークショーみたいなこともして、なんか、ここ最近で自分がね、1年ぐらい考えてきた、その映像に対する思いだとか、作ってきた制作の中でのね、思いっていうのを、一通り喋らさせていただきました。結構早く終わっちゃうかなと思ったんですけれども、まあ、大体30分ぐらいはね、話してましたね。それもね、まあ、そのうちちょっと編集してまた後日発表したいなとは思ってますけれども、今日からちょっとね、ゼミ合宿行かなきゃいけないんで、ちょっと2、3日ね、家を空けますので、ちょっと更新の方が滞ってしまうっていうことをね、ご了承ください。また、帰ってきたらね、いろいろお話ししたいなと思ってますので、まあ、もしよかったらね、聞いてください。よろしくお願いします。ちょっと朝早いので、ちょっと眠くてね、さっきから喋りながらあくびが出てしまっているんですけれども、ここら辺で失礼いたします。では、ありがとうございました。